じゃあオーディションを戻ります。じゃあすみません、自己紹介をお願いします。もと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 喧嘩自慢ボス、ヤマシンです。いいか、さっき言うあと山田真司です。前回は、まあ、とにかくあのままで終わったら本当に頭おかしいやつで終わってしまうので、また再生したいなと思ったら応募しました。で、まあ、本当にね、オーディションでは爪痕残したと思うんで、今回は本戦に出れるから結構期待してます。いろんな人とコラボしてアピールをしてきたつもりです。よろしくお願いします。じゃあ次どうぞ。山梨県に来ました、ラブリーラッチです。自分の実績は、はい、ありがとうございます。特になければ次の斉藤君、なんかやりたいってさっき言っちゃいました。やりたくなったって、急遽試合したくなったみたいな話だったけど、今日観戦だけって聞いたんだ。斉藤君出たいんでしょ。そうですね。なんか斉藤君でやりたい人います。はい、なんかアピールしてもらいます。エンタメ性があって強さのある男はここにしかいないと思います。海外を目指しているブレイキングダウンで英語は喋れる方はいらっしゃいますか。ポーランドさん、他はいらっしゃいませんか。はい、行けますよ。エンタメ枠の方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、英語も喋れないで海外に行こうとしてるのはあぐらをかきすぎかなと思います。俺がいるだから大丈夫、俺通訳するから大丈夫。通訳だったらエンターテイナーになれないです。なれるよ。ホームランの代どの場所でもするから。エンタメ性を持てるのが本物のエンターテイナーなんで。英語喋れるんですか。あ、軽く自己紹介ぐらいは。世界を目指してるんで。お願いします。ちょっといいですか、やっても。身近に。わかりました。じゃあ韓国で開催した場合ってことでいいですか。はい。 Hello everyone in Korea. My name is Ryu 社長 who is the president of Suzuki. I have a dreamI want to expand the Suzuki to the worldwide. Thank you so much. I want to expand the Suzuki to the worldwide. はい、斉藤さんと戦いたい人いますかで今拒否されましたよね。はい、英語喋るかどうかは斉藤さんとあんま関係ないと思います。斉藤さん、英語喋れますか。いや、僕話せないです。はい、僕話せないです。じゃあ話せると、話せる者同士、話せない者同士でやりましょう。ちょっと、よく分かんないです。分かんないです。もうね、斉藤さん、これは本戦に決める戦いですか。はい、次のグループ行きます。もう、はい、ありがとうございました。じゃあちょっとやらせてもらいたいです。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫、次も同じ階級なんで。はい、自分本当にこの中で絶対盛り上がることができるって自分も分かってるので、本当にやりたいです。客観的に見て、なんか視聴者が求めそうな人がいないっす。はい、常にこの時間内で盛り上がってねえじゃん。なので誰か斉藤君以外でも誰か自分でやりたい人いますか。いないっす。やっぱり数字みんな求めてると思うんですよ、ブレイキングが。この中で、多分この中でも結構上位に入るチャンネル登録者数持ってる自分とやることによって盛り上がると思うし、あと僕の視聴者層っていうのが結構学生がメイン でやっぱり新しい視聴者層を得るためにも、もしよかったら誰かやってみてください。沢金さん、つまみ出してください。了解しました。じゃあこのグループ終わりです。ありがとうございました。お帰りください。プレゼントします。ありがとうございました。大好きじゃないです。大好きじゃないです。ありがとうございました。
誰かいないですか、俺とやりたい人。